まあ、これだけでも本当多彩なサウンド鳴らせますよね。今回はアベンジャー2のオシレーターについて解説していこうと思います。でシンセサイザーの発音のコアな部分となるオシレーターなんですけど、アベンジャー2では最大8つのオシレーターとドラムス、トリガーのモジュールを使うことができます。オシレーターセクションの各モジュールはルーティングによってアルペジエーターやピッチのエンベロープ、シェイパー、フィルター、あとエフェクトとかマルチアウトでアウトプットに出力することが可能です。で今回はオシレーターの解説をしていきます。でオシレーターを選択するにはこの波形の画面の上の部分をクリックします。でアベンジャー2は VA シェイプス、フリーフォーム、ウェーブテーブルズ、リサンプル、サンプルズ、スペシャルサンプルズ、グラニュラー、スペクトラル、シングルループス、マルチループス、合計10個のオシレーターを使うことが可能です。で、各波形はカテゴリーに分かれてます。で、一番右のこの波形をクリックすると、サウンドの視聴が可能です。で、このプリセットブラウザーは、表示の位置を変えることができます。で、文字を大きくすることも可能です。では、オシレーターの VA シェイプス、ベーシックシェイプスのノコギリ波を使って解説していきます。で、オシレーターのセクションの左側は、まずレベルでオシレーターのレベルをコントロールします。で、トランスポーズで半音単位の音程をコントロールします。で、ファインでファインチューンのコントロールをします。で、ノイズでノイズを加えることが可能です。で、ノイズはこのモノとステレオ、フェーズロックを選択することが可能です。で、FM 変調も可能です。で、FM は4種類のモードから選択することが可能です。で、モジュレーター波形の選択も可能です。で、レートで FM、AM 変調の周波数をコントロールします。で、このレートもいろんなタイプを選択することが可能です。で、AM 変調は、ピッチ周波数を変調する FM 変調とは違って、音量の変調をします。で、こちらもモジュレーターの波形を選択可能です。で、X サイドでダイヤルを中央位置からどの方向に回すかに応じて波形の左側または右側を押しつぶします。で、X ミッドで波形の中央からダイヤルを回す方向に応じて波形の中央をズームインまたはズームアウトします。
で、フォルマントで波形のパルスを制御します。左に回すと波形が左に向かって潰れて縮小します。右に回すと波形が右側から膨張されます。波形のはみ出している部分はモードに応じて単純に切られるか緩やかにフェードアウトします。フォルマントも4つのタイプを選択可能です。で、このビッツ、レイト、ボスは値を上げると波形に多数のステップや正確さが生じます。で、オシレーターシンクではオシレーターを同期させて強烈な倍音を得ることが可能です。で、4つのモードとこの4段階のパーセンテージでコントロールします。機能はこんな感じですね。じゃあ波形を変えて適当にいじってみます。ベーシックシェイプスだけでももうここまで変化するんで、まあ、それが様々なこのオシレーターたくさん入ってるんで無限のシンセ出が可能です。ファクトリー2でアベンジャー2から追加された波形を使うこともできます。で、さらにセンターパネルのこのエディターで FFT エディターが表示されます。で、ベーシックシェイプとフリーフォーム、ウェーブテーブル、リサンプラーはこのエディターを使うことができます。で、この FFT エディターではさらに細かい周波数のコントロールが可能です。では、ノコギリ波で FFT エディターいじっていきます。波形が変わっていくのがわかります。で、FFT エディターはフリー、ハーモニック、ビーン、3つのモードで使うことができます。で、フリーだと、オルトキーを押しながらで、線上にエディットすることが可能です。で、ビーンもですね。で、スイープダイヤルは、描画した変更を周波数スペクトル内で上または下に移動します。これ2つのタイプがあります。で、フリップは反転コントロールします。で、 LP、HP でローパス、ハイパスのフィルターをコントロールします。で、スロープでこのフィルターのスロープをコントロールします。
で、ランダムで FFT の値をランダム化します。で、リセットでリセットします。で、V ストレングスと V スピードで全てのバンドをパルスできます。で、V スピードで動かすことができます。で、フリーフォームのオシレーターは、先ほどの FFT とこのフリーフォームのエディターで波形をコントロールすることができます。で、FFT もそうなんですけど、で、FFT とフリーフォーム、各プリセットのこの周波数を使うこともできます。まあ、これだけでも本当多彩なサウンドを鳴らせますよね。で、フリーフォームでは右クリックしてマウスを動かすとこんな感じで波形を描くことができます。で、スプリットでこの滑らかにするところを A と B に分けることができます。で、スムース A と B でこのカーブを滑らかにします。で、ノーマライズこれオンになってるんですけど、これは波形が継続的にノーマライズされます。で、アダプト0、シンメトリー、この3つは波形を滑らかにしてジャンプを回避する別の可能性を提供します。こんな感じで今回は VA シェイプスとフリーフォームを解説したんですけど、で、通常のシンセサイザーはオシレーター波形選択してそこからフィルターとかアンプで加工するっていうのが基本なんですけど、まあ、アベンジャー2はオシレーターの段階から波形をねじ曲げたり形変えたりしてかなりいろんなサウンドを作ることができます。まあ、このオシレーターの各パラメーターは変調したりして変化させることができるんで、もうほんと使うのめっちゃ楽しみですね。もうほんと無限のシンセ室って感じですよね。で、次回はウェーブテーブルとリサンプルのオシレーターの解説をします。